時松達夫は、大分県九重町飯田高原出身の日本の、記事誌、クラフトデザイナーである。アトリエ時デザイン研究所代表、ユフイングラ氏のデザイン協会理事長を務める。大分県湯布市湯布院町に在住する。1980年に、大分県日田産業工芸試験所、研究家デザイン室主任研究員を退官し、岩手県大野村をはじめとする。 全国各地の気候芸指導を開始した。1991年に大分県誘引町内にアトリエときデザイン、研究所とクラフトショップを開設し、現在も全国各地の指導を行う。2015年には JR 九州、スイートトレーンある列車のランチで使用されているランチボックス、スープカップ、木のカトラリーを製作した。 ドマ、秋岡義尾天物への思想と関係のデザインでは、時松は日本有数のクラフトマン、六路氏として紹介された。九州の村以降、おい16では、気工芸は美術工芸でも民芸でもなく、一般の人間が生活するのに必要な便利なものを生活の用具として美しく丈夫に作るのが、気工芸の本当の姿であろうと語る。 一般大衆のための工芸を表すために生まれた言葉がカタカナで書くクラフトという造語であるとも伝える。約40年ほど前、北駅前の開発により駅前の木が切り倒されると、聞き北産業工芸試験所の退職金で時松が木の生えている土地を買い取り、木を残したという逸話が残る。2016年現在、その木は北駅前にそのままの状態で残る。 ありがとうございます。